エルカチャンネルのショーでーす。いやー、雨がすごいですね。何時からだろう、わかんない。気づいた時にはすごい雷とかも鳴ってたしね、雨も風も強くて、でそんな中今日はムーブがですね、最近調子が悪くて、あれなんて言うんですかね、ちょっとこの間俺も調べて覚えたんですけど、名前がちょっと今はっきり覚えてないです。あのあれです、なんかオイルのマークね、なんか魔法のランプ的な感じのマークがあるじゃないですか。今見てもらったところ、サイドブレーキのマーク、あのびっくりマーク、あれの右に映ったオイルマークですね。あれが登ったり降りたりとかの、そういうちょっと傾いてる時、道でとか、あとはねブレーキかける時かな、まあやっぱそのなんか負荷がかかる時ですね、にあれが常時つきっぱなしじゃないんですけど、ピカピカッと光るわけですよ。ねえ、この音が入ってるかな、音がですねうるさいんですよ。普段以上にうるさいのがもう僕もよく分かってるんですけど、まあちょっと聞いてください。すっごい今振動が起きてます。まあオイル関係の問題だとは思うんですけど、ということでちょっと今から車屋さんに行ってみたいと思います。なんてことなければですね、いいんですけどね。さあ今車屋さん行ってきたんですけど、まあ、とりあえずちょっと見るから時間ちょうだいってことで台車借りてきました。まあ、特にこれといった用事もなかったんですけど、まあね、そこら辺いても多分行くとしたら近くパチンコ屋さんにしか行かないと思うから、台車借りて今戻ってる途中なんです。ちなみにですね、借りた台車が、型は古いんですけど、同じダイハツのタントですかね。いやー、中が全然違いますね。空間が広いですね。正面も見てもらうと分かるんですけど、まあムーブによりなかなか広くて、多分ここら辺が広いんじゃないかな。ということで連絡があるまで、まあ、ちょっと待っとこうかと思います。あれ、今5時半過ぎなんですけど連絡がないですね。手に負えなかったパターンかな。困りましたね。いやー、じゃあどうしよう、明日はこいつで仕事に行くか。かわいいっすね、担当。今車屋さんが車持って来られました。時間が7時40分。いやー、もう全然なんだろう、大事になってるんじゃないかとは思ってたんですけど、今日はもう無理だろうとね、夕方ちょっと言ってたんですけど、今向かってるって言われてあ、そうなんですかって感じで、今車がムーブが届きました。それで実際どうだったのかって話なんですけど、オイルが減ってたみたいです。
言われたのがあと1000キロちょっと乗って様子見てと言われました。でもしかしたらみたいな、その1000キロ乗ってる間にもしかしたら着くかもしれないし、ちょっと見てもら様子を見てもらってもいいかなっていう話だったんですよ。でえなんか想像してたよりも大ごとさが大きかったんでみたいな、その1000キロ乗ってまたそのランプがつくんであればエンジン乗せ替えるからってなんか普通に言われたんですよ。なんかちょっと耳疑って、エンジン乗せ替えるっていうとなんかもう大事中の大事じゃないですか。でなんかもう乗せ替えるって聞いたらなんかもうあこの車はもう終わりだなって思うんですよ。要はその何ですかね、エンジンを乗せ替える要は工賃が結構な金額だったはずです。でなんでもうエンジンを乗せ替えるイコール本当もう終わりみたいなイメージだったんですけど、なんだろう、普通になんかあ乗せ替える券大丈夫よって言われてでそれもまだ買って2ヶ月なので保証期間があるみたいです。もうエンジンの乗せ替えも OK みたいなんですよ。なんかそうなんですねとしか言いようがなかったんですけど、まあちょっと1000キロ乗って様子見たいと思います。いやーこんな遅くまでやってもらっちゃって本当になんかこっちが申し訳なくて、まあ向こうの事情もいろいろあったんでしょうけど、いやーなかなかびっくりです。毎回いつもお世話になってます。本当すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ音もほら静かになりましたよ。ねえ、あんだけガリガラガラガラうるさかったのにね。うわよかったよかった。とりあえずじゃあ1000キロ乗って様子見ていきたいと思います。それでは今回の動画はここまでです。チャンネル登録もよろしくお願いします。俺にかかってこい。